出張料理人、こと料理研究家、小暮剛さんがクレイジージャーニーに登場。何年か前に情熱大陸に出演し、話題になりましたね。その小暮剛さんの料理の値段や評判、また経歴や結婚や家族などウィキプロフィールについて調べてみました。小暮剛さんのプロフィール、名前小暮剛、出身地千葉県船橋市、生年月日、1961年5月6日、身長187センチ、学歴明治学院大学経済学部卒業、筋調理師専門学校卒業。小暮剛さんは1961年千葉県生まれ。料理人を志したきっかけは、10歳くらいの時、学校の調理実習で作った目玉焼きを家庭科の先生に褒められたことなのだそうです。先生から、みんな、小暮くんの目玉焼きを見本にしましょうねとまで言われ、それが嬉しくて、それから料理の仕事を意識するようになったそうです。大学は明治学院大学に進みますが、料理人になる夢を持ち続けていた小暮剛さんは、大学卒業後に辻調理師専門学校に進学。1984年、辻調理師専門学校を卒業した後に渡仏し、リヨンを拠点に料理の修行に励みます。帰国後はいくつかの日本のレストランで働きますが、職場環境に馴染めず、いじめなど理不尽な目に遭います。辛い日々でしたが、転機が訪れます。喜八の熊谷喜八さんに出会い、幸運にも直接教えを乞いながら修行できることになったのです。おかげで料理の楽しさや、料理を通じて多くの人を感動させたいという原点に戻ることができるようになった小暮剛さんは、今でも熊谷喜八さんを恩人と思っているのだそうですよ。小暮剛さんが出張料理人を始めたわけ。小暮剛さんは、出張料理人として知られていますが、初めからそのつもりだったわけではないそうです。当初は、フランスと日本での下積みの期間を経た後に、お店を開こうと思っていたそうです。しかし、当時はバブルが弾けて日本経済が停滞しており、とても銀行からお金を借りられる状況ではなかったそうです。それで仕方なしに始めたのが出張料理人だったのだとか。最初の数年間は、ほとんど仕事が来なかったそうですが、地道で誠実な活動が実を結び、現在では長嶋茂雄さんなど著名人の自宅や、カナダ、スイス、オーストリアなどの各国大使館などに出張を依頼されるほどになりました。さらに、日本国内のみならず、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、アメリカ、南アフリカ、エジプトなど、世界100カ国近くの国々に出張し、小暮流の創作料理を振る舞っています。2005年にはイタリア・シシリアより、日本人初となるオリーブオイルソムリエの名誉称号を授与されます。現在は、出張料理をはじめ、料理指導やメニュー開発、食育講演、学校給食や栄養士の指導など、実に幅広く活躍しています。小暮剛さんの出張料理の値段や評判や家族については次のページで。さて、小暮剛さんの出張料理の値段や評判はどのようなものなのでしょうか。また、嫁など結婚や家族についても調べてみました。小暮剛さんの出張料理の値段や評判は。さて、小暮剛さんの出張料理の評判ですが、何しろ場所が自宅になり、さらに最低価格が8万円で、ネット交通費もかかるということで、普通のレストランのようには口コミなどが出回っているわけではないようです。しかし、ピラティスの人気インストラクターである本橋恵美さんが、ブログにその時の様子を投稿しているのを見つけました。オリーブソムリエだけあって、オリーブのチョイスが素晴らしくフランス料理イコールバターやクリームたっぷりのイメージを覆す、さっぱりとしたヘルシーで美味しい料理だったそうですよ。自宅にいながらにして、こんな本格的な料理が楽しめたら、本当に感激でしょうね。
ちなみに身長187センチでとてもがたいの良い小暮剛さん、本橋恵美さんによると、白衣を脱ぐと怖い格闘家にしか見えないのだとか。キャレットキャレット。小暮剛さんの嫁など家族は、さて、そんな小暮剛さんの家族が気になるところですが、2009年に情熱大陸に出演なさった時には、47歳独身と紹介されています。あれから7年が経つわけですが、その間に結婚したという話は出ていないようなので、現在も独身と思われます。世界を股にかけて活躍しているわけですから、結婚したとしても、奥さんにかける負担などを考えると、なかなか落ち着くことは難しいと考えているのかもしれませんね。小暮剛さんの祖父は石職人で非常に手先が器用だったらしく、小暮剛さんはその血を受け継いでいるみたいですね。また、祖母が寝たきりだったらしく、家族で介護していて、小暮剛さんも祖母のために料理を振る舞ったりしていたそうですが、その時に、体が不自由で外に行けない人にも、家で美味しい料理を食べてもらいたいと思った経験が、出張料理人のアイデアに結びついたのだそうですよ。以上、小暮剛さんについて、